パン三世オールスターの登場です。どうぞ。まかなバナはあいつの唇優しく抱きしめてくれとねだる。ああ辰巳の慶喜、つまりそいつを集めれば徳川家の財宝が出てくるってわけだ。ピンポーン、大当たり。それも時価2000億の超レアなお宝がな。あら、藤子ちゃんからだ。なになに、今夜8時上野のバー G9 で待ってます。なるほど、それで徳川の財宝を山上げしようって腹か。そういうこと。ピャー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 、またつまらぬものを切ってしまった。間違いねえ、お宝はこの先だ。ほれほれ、あったあったぞ。やったでござる、ルパン。そうねえと、とっさん継承へようこそ。何？バカめ、徳川の財宝が本当に手に入るとでも思ったのか？ルパン逮捕だ！やべー、逃げろさんやもんな、ね、ルパンの声で栗川さんでございまして、はい、栗川さん自身は今現在ルパンの声されてますけど、はい、栗川さんが聞いてカールさんのルパンさん、はい、どうでした？銭形さんがそっくりですね。ああ、とっつぁんそっくりでしたね。とっつぁんそっくり。ちょっとせっかくですからね、ご本人のルパンのちょっとセリフをね、はい、名セリフね、お気に入りのセリフをいいですか？お気に入りのセリフを。俺らはルパン三世、かの名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が俺に血眼、ところがこいつが捕まらねえんだな。まあ自分で言うのもなんだけど、狙った獲物は必ず奪う神出鬼没の大泥棒、それがこの俺ルパン三世だ。そしてですね、なんとご本人は今日栗貫さんだけではないんです。銭形警部、そして峰藤子さんと電話がつながっています。銭形警部、とっつぁん、はい、よし、銭形、ルパン、お前でキャーキャー言われて調子に乗ってるんじゃねえぞ。逮捕するぞ。あの、はい、ルパン。相変わらずバカやってもね、フジコよ。フジコちゃんは今お風呂ですか？でも、そのルパンはちょっと太めだけど、素敵だ。すみません、会話が全然聞いてないですよ。あのやめて、すいません、アドリブで変なこと言うて、この子っちゃいますよね。違います、違いますよね。藤子、はい、愛してるよ、ちっちさ愛して、私も愛してる。あらららららこれルパン出た方がいいんちゃいます。おお、藤子ちゃん愛してるよ。何もなしですか？